それは無理だな。あうまい。よし、オッケー。間に合うか。あちょっと待ってくれ。これは？まあいいですよ。あ、もしもし。もしもし。あ、もしもし。どうも。はじめまして。あ、はじめまして。本物だ。いや、今日はどうもよろしくお願いします。いや、よろしくお願いします。意図的に避けてたんですけどね、ロンさんと対決するの最終回かなと思って。ないですよね、まだ一度も。いや、ないです、ないです、戦ったこと。ないですよね。いや、だけど、裏話をすると、最初スマブラにハマったきっかけがロンさんだったんで、タミスマのロンさんのマリオ。あ、そうだったんですか。あ、それでマリオ、僕頑張ろうと思ったんで、結構、追っかけてて、一時期。はいはい。ツイキャスの配信よく見てました。ツイキャス、ロンさんのツイキャスってかなり前ですよね。もう今からだともう、だいぶ前ですね。そうそう、だからそれで、なんか、毒マリで、確かツイキャスしてるところを、僕、一回スナイプしたことありました。そうだったんですか。まだ SK って名乗る前かもしれないですけど。一回戦ってボッコボコにされましたよ、はい、あ、そんなことがあったんですね。いや最後ウエスマでぶっ飛んでたことしか覚えてないですもん、僕、毒マリの。もう今日は口パチ魂を連れてきました。いや、ローンさんと言ったらサバこの色ですよ。よっしゃゴリゴリ勝ちに行きますよ。遠慮なくて、手が当たってよーし。あ、それはうまい。いや、嬉しいな。よっしゃ。あ、それは無理だな。よしよしよし。あ、これも取れない。よっしゃー、やったやった。いや、マリオミラー得意っす。え、僕のマリオの動き知ってました？いや、ごめんなさい、あんまり見てないんで。あんまり見てないんで。ダメですよ、ちょっと見てください、僕のマリオ。即死コンボだけ自信あるんで。即死コンボでズルしまくって。うまい。なるほど。わあ、そのカードしっかりだって。ああ、くそ。見方分かったんすね。さすが。ああ、うまい。くそ。あ、危ない。よし、オッケー。あ、危ない。よろしくお願いします。うわぁ本当は植木起こしましたけどね。なるほど。ロンさん、システスマッシュですよね。スマッシュですね、今は。結構少ないですよね、スマッシュ。僕も、スマッシュなんで、システ。ロンさんのスペックの、そうですね、安定ですもん、出しやすいからですよね、多分。まあ、そうですね。こっちだって気慣れたらいいかね。俺も見つけられたらなんかもうこれで勝てちゃうっていうか、ある程度いけちゃうから直す気あんまりしないんですよ。そうなんですよね。まあいっかなみたいな。あー、くそー、入んねー俺の比較で即死が。
よし、オッケー、間に合うか。ちょっと危ない気が。あ、そこ1ターン目で、もう待って、やめて、はい、直球されない方がいい。うわー、くそ。おー、おめでとう。戻る。こんにちは。聞こえた。聞こえます。よし、お願いします。今日は。うわ、マジか。お願いします。これまた。俺の声がちょっと大きいらしい。なるほど。あ、マジか。死ぬか。そしたら俺。よっしゃ。危ない。今は届かないか。うわー、届かなかったっすね。絶妙な距離だった。あと、ファイアボール巻きやすくて、僕はファイアボールしなくても始まりなんで。なるほど。好きっすね。まあ、普通にガチ部屋の終点キッズなんですけど、ガチ部屋キッズ。まあ、自分もスマブラ X の頃とか終点ばっか選んでたんで、結構終点は好きな方です。まあ、強気っすね。すごいとこで打つな。俺の横スマは。まあ、あんまリスクないしな。リスクないから僕めっちゃよく基本線外しますけど、結局あんま変われない。そう、当たりは正解なんだよな、マジで。数っても、そうなんだ。これはあ、まあいいでしょ。あはは、ちょっと待ってくれ。よし、脳は目離したら終わってんやけど。逆に飛んでった。行くぜ。ちょっと付き合いすぎだな、やばい。ノーさんのペース。うわ、マジか、びっくりした。そんなあ、いや、俺そのエスケアガイだけはなんか、え、これ本当に強いかって思いながら見てるんだけど、これ強いんすか、マジで。まあ、もう強いですよ、これは。もう明確に強いですよ。マジっすか。僕はこれで今まで勝ってきたんで。まあ、ナオマジャリも強いですよ。あれ、ナオアガイ、あの、あれあるじゃないですか、食べきってる。え、いやいや、恥ずかしいからやめて。いや、やめてください、僕は恥ずかしい。僕これ言ってるんですから、エスケ上がりって。いやいや、エスケ上がりはエスケ上がりやから。エスケ上がりですよ。やばいやばいやばい、ボコボコされてる。ちょ、待って、待って、ボコボコにされてる。3ネットされる。やめてない。響き当たった俺の声が外に。We'll be right back.